皆さんどうもこんにちは、ジムダメージです。なんと目の前に置いてあるお花、これを見るだけで今日の動画は何か皆さん悟っていただけると思います。そう、夢旅路12月2日でなんと31歳になりました。イエイ。で、今回はなんと12月2日、本日ピンポンの音が鳴って、やばい方から届いたので、皆さんと一緒に開封していきたいと思います、はい、それでは早速開封していきましょう。はい、それではこちらが到着した生態なのよ、きっとね。発泡スチロールに入ってるってことは生き物でしょ。そうだね、その段ボールじゃなくて発泡スチロールは、入ってるよね、何かが。絶対絶対ね。うん、これはね、もうほっぺたがね、もう落ちそう、もはやね。嬉しくない、自分の誕生日の時に、何も言わずにね、送ってくださるんだよね。うん、もうえマジでっていう感じだった、俺ピンポンになった瞬間。え、来るっては分かってたの？いや、全然知らなかった。もう全然普通に、いつも通りの夢旅路の日みたいな感じだったのよ。で、ピンポンってなってさ、禁止届いたじゃん、朝一に。そうね、大きい段ボール、3箱届いたじゃん。3箱ぐらいみたいな。で、うわーやべえ、来ちゃった、今日禁止詰めないとなんて思ってたら、一緒にこれが届いてたのよ。あれ、俺注文してないけどみたいな感覚で入ってたんだよね。そうだね、やばいね。で、さっきからね、みんな気になってると思うんだけど、こちらの花、これは11月28日に市川インセクトクラブで即売会夢旅路やったの。その時に夢旅路さん、誕生日おめでとうって、ちょっと早いけどって言って、雷さんっていう方からね、直接渡していただいたの。すごいよね、嬉しいサプライズ。超嬉しかった。今まで花をもらうなんて、ホスト時代の時からないからさ。そうだよね、なんかの記念日とかでも花なんて買わないもんね。買わない買わない。なんかこうグッとこうね、ハートを握られたような気分だったよね。中のその花のね、バラには、夢旅路レインボー大好きじゃん、それをねモチーフにしたカラーにしてくれてて、そして幻想的なねイメージ、まさに夢の国っていうような感じにね、してくれてるわけよ、嬉しいよね。青も好きだしさ、レインボーも好きだし、これはね、あの夢の玄関に現在も飾られているっていうね。そうだね、で、ゆっちゃんが特設ステージ作ってくれてるから、そこに置いてありますっていう感じだね。ということで、雷さん、ありがとうございます。ありがとうございます、ね、じゃあ早速こちらの方開封していきます。はい、はい、それでは早速こちら開封していきたいと思います、今回これサプライズで送ってくださったのは、現在オオクワガタのメスのレコードフォルダーさん、つまりギネスって言われているものを獲得している方からの贈り物なわけよ。やばくない？オオクワガタの現在のレコードフォルダーさんから届いてるね、これ。ありえないよね。ありえない。俺 YouTube 2年間やってて本当に良かったなって思う出来事だよね。そうだよね。ああ、もう夢のまた夢の人から届いたようなレベルだからね。で、そのギネスフォルダーさんの名前は、マコパパと言われているね。Twitter なんかでも仲良くしてもらったり。そうだね。で、ゆっちゃんもね、インスタグラムなんかでも絡みがあるっていうのを聞いてたけど。ゆうさんより。うちの方が仲いいかもしれない。そうなのね。全然インスタの方はさ、俺やってないからさ。そうなのね。そうなの。いやー、もうワクワクするね。ね。早速ね、開けちゃいたいと思います。はい。いくよ。うん。オープンします。はい。よいしょ。お。お、なんか。なんだこれ。すげえかわいい。かわいい。
ゆめさんへマコパパって書いてあるね、うん、慣れてるなマコパパ。何その慣れてるなって何マコパパ保育園なんだっけ幼稚園児にさ、うん、あのいっぱいお手紙書くの。あ、そうなんだ。そう、ちょっとこれ読ませてもらっていい？いいよ、いいよっていう。ゆめちゃんへお誕生日おめでとうございます。はい、いつまでもゆんぽちちゃん、みーちゃん、ちっちゃいゆめくんと仲良くしてくださいね。うん、クワガタはマコパパからのご褒美ですって書いてあるね。完璧にクワガタムシ入ってるねこれね。そうだね、クワガタムシだね。やばい、すげえ緊張してきた。なんかなんだろうね。いくよ、うん、オープン。よいしょ。おっ、なんだなんだ、なになにこれ。ちょっと待ってね、うん、これなんだ。 YG って書いてるねこれ。あ、血統証明書みたいな感じだろうねこれね。なんか待って待って待って、血統系統図。え、わからんわからん。 YG とかさ、俺ちょっと詳しくないのよ。うん、うん、なんだけどなんかすげえの来てる感じはしてる。なんか写真。うん、なんかだろうねこれね。2015年、なんてのって書いてるね。ちょっと中開けてみるよ、うん、ちょっと分かんないから、うん、とりあえず中見てみるね。入ってるよ。入ってる入ってる。何入ってる入ってる。いっぱい入ってる。ほら、え、ちょっと待って、分かる、ここにいるよ。ほら、じゃあもう中から出しちゃうよ。うん、いくよ。まずは押すと思われるもの。うん、そしてメス、うん、とメスが入ってるよ。やばくない？1オス2メスで届いてるね。うん、何が。いや、乗せば IG って書いてるもん。だってもうほら、乗せば IG。 うん、もうよくこうさ聞く人の名前が、うん、あの書いてあるんだけれど、なんか開けちゃうね。いいよ。うん、ただ 28g って書いてるからどうなんだろう。幼虫最終体重が 28g って書いてるから、うん、どんなんなんだろう。あ、何、みんな見えてた感じ。え、ラベル貼ってあんじゃん。え、どこに。ここに YG85.5 って書いてない。それ大きいの。いや、やばいでしょ。え、 85.5 はでかいよ。どのくらい。いや、こんくらいって。いや、言ってもあかんねえな。うん、 85.5 の YG はでかい。やばいね。ちょっと開けてみるね。うん、こうやって、お、え、壊した。いや、壊してない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 。いくよ。うんうん、開けます。はい、オープン。あら、どこだ。あ、いた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 、すげえのいる。うわ、でっかい、でっかいの YG いる。でっかいの YG いる。すげえ、すごい、ほら、大きい、超でかくない。ちょっと待って、すげえでかいんだけど。すごい、わーお、85.5 の YG、うん、え、こんなにさ頭もでっかいの。なんかさ、うん、YG って細長いイメージがあったのよ。うん、でかくなればでかくなるほどなんか細長くなるんじゃないかななんて思ってたけど、これは体のバランスすげえな。太くない、体が、うん、顎はシュッと伸びてるけど、うん、体が全体的にこう大きめだね、横幅が。すごい、すっげえがっちりしてるよ。種親が87の55から出てるね。うわ、分からん分からんけど、なんか凄さを感じる。これさ、メスの方を開封したら
直接ちょっとマコパパに電話して、うん、どんなもんなのか聞いてみようか。そうだね。うん、ちょっと分かんないからね。電話してくるわ。うん。うん。それじゃあ、はい、メスの方も開封したいと思います。52.6 だからね、なかなかいいサイズよ。よいしょ。どうだろう。あ、いる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 。いますね。メスちゃん。よいしょ。わあ、いいね。いっぱい産んでくれそうな子だね。元気だね。うん。あのね、変に、うん、バーンってこうでっかい子よりも、うん、これくらいのサイズ、うん、52とか、まあ、50超えてこの前半あたりが、うん、一番安定して産むね。へー、ああすごい、なんかブリブリしてる。なんかメスもブリブリしてるね。ね、うん、オスもブリブリしてるけどね。すごい、なんかいい組み合わせだよね。うん、ああさらにもう1頭いるから、これも開けていくね。うん、じゃあこっちは50ミリの子だね。いくよ。わお、いるじゃない。すごいすごい、これもいいよ。いい光沢ツヤしてる。綺麗なメスちゃん出てきたね、これもね。おー、すごい、いいね。50にも50もいいね。元気元気、お腹とかも綺麗だし、シワとかもなくてね、うん、綺麗なメスだね。いいぞいいぞ、これ2メス体制で、うん、夢旅路ブリードしていくので、ね、これは楽しみだね、来年のレーティングね。すごい。うん、ということで、うん、ちょっとね、マコパパに電話してくる。うん、うん、行ってくるね。うん、はい、今現在電話かけてきました。うん、あ、誕生日おめでとうの言葉とね、あとね、ゆっちゃんにも感謝しなきゃダメだよってね。ゆっちゃん知ってたんじゃん、これ届くの。あ、事前に連絡はもらってたよ。いや、ゆっちゃんとこうやり取りしてたわけね。そうそう、なんだよ、中身なんだろうねとか言ってたのにね。うん、内緒にはしとくって言った。あ、そういうことね。そう、内助のコートはどうのコートとかね、まこままさん言ってくれてね。大切にしなよって。ほんと、あ、すごく嬉しい言葉いただいたよ。おでね、この血統、うん、てかこの YG から92ミリを超えている個体が出ていたりとか、うん、まあ現ギネスに関係あったりとか、そのいろんなね、やばい虫だっていうことがね、分かった。 YG やってる人だったら、うん、まあ、この証明書見ただけで、うん、あ、やばいもんもらってんじゃん、夢旅路って、分かるくらいやばいやつだったわ。やばいな。俺もすげえプレッシャーだよこれ。そんなのもらっちゃったの。うん、めっちゃいいさ、 YG、うん、レコードホルダーさんからもらっといて、うん、これで俺ちっちゃいの出したらシャレならないよね。そうだよね。ただの下手くそ野郎じゃんってなっちゃうじゃん。うん、だからこれはね、マジでやばいものいただいたので、うん、真剣にね、向き合っていきたいと思います。はい、はい、ということでエンディング迎えていきましょう。はいはい、はい、それではエンディングになります。今回はこちらののせ YG を誕生日プレゼントとしていただいたという動画になったんですけども、うん、このね、やっぱりまこパパさんと直接電話して喋ってて、うん、まあ、本当にね、あの夢のある LINE だから、うん、ね、まあ、実際にもう92ミリ以上も出てるし、うん、同じ LINE からね。で、さらに 28g っていう小さな体重でも、うん、85ミリとかっていうでかいオスが出てくるね、うん、血筋なわけだ。うんうん、だからもう35とか、まあ、40g 付近までいったらギネスも夢じゃないかもねっていうような、そういうなんかいろんなことがこう組み合わさってるラインなわけよ。え、ってことはすごいものをもらっちゃったってことでしょ。うん、すごいやばいね。 YG をやっている人からしてみたらやばすぎる。むしろ、うん、レコードを持ってる人からもらった虫っていうのは、うん、やっぱりまた一味違うわけじゃん。まあね、そうだね。だから大切にね、あの類代つなげて、自分のブリードルームから、うん、まあ血筋はね、あのいろんな人のこう、いろんなこう伝説があったかもしれないけれど、うん、自分のブリードルームからギネスなんかも出せるように本気出してやらなきゃダメだよな。
え、急にでももう急にスイッチ入った、うん、そうだね、もう一部屋借りましょう。ギネス、狙いに行こうとしてるわけね。そろそろ撮ってもいいんじゃないのっていうところだよね。こいつ口だけだなって思うんじゃない。口だけだな、完全に口だけだな。はい、ってことで最後までご視聴いただきありがとうございました。夢旅路応援してるよって方はグッドボタン、そしてギネスも夢じゃねえぜっていう方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあまたね、バイバイ。まだ若干右肩の調子良くないんだよね。いや全然調子いいでしょ。あ、そう、もうめちゃくちゃ動いてるけど。何それ、どっか飛んでけないいね、いってらっしゃい。マジ嬉しいわ、本当に超かっちょいい。かさわれろ、いやかわしい。